皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。令和3年1月号のようこそ視聴室です。コロナ禍で迎えた初めてのお正月ということで、お家でゆっくりと過ごされた方も多いのではないでしょうか。うん、佐藤市長、はい、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、昨年令和2年は、世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス、ね、はい、いろんなことが私たちの生活にも影響がありました。少しですね、暗いイメージのある昨年にはなったと思いますが、阿蘇市にとってはですね、復興からの節目の1年となったと思います。まずは昨年を振り返って、はい、お聞かせください。そうですね、やっぱ冒頭に申し上げたいのは、今おっしゃられたような新型コロナウイルスに感染拡大防止のために、医療従事者の方、そしてまたそれに関するいろんな方々が一生懸命感染防止のために高い使命感と、そして強い責任感でもって取り組んでおられるということには、もう引き続いて頭が下がる思いでもありますし、それと同時に7月に去年起こった県南地区の人吉をはじめ、球磨地方、それから八代地方に至る災害ですかね、そのことを思うと本当に残念な思いと同時に、早く回復をし日常の生活に戻っていただきたい、と同時に我々ができることはしっかりと応援していきたいという気持ちで今でもいるところなんですけれども、そんな2つがすごく去年は暗い感じであったと思います。でもおっしゃられたように、阿蘇市にとっては24年の災害からの復興、そしてまた28年の熊本地震と火山の爆発もありましたし、そのような中において昨年幕開けと同時に、さあいよいよ普通であった豊肥本線が全線開通をする、それと同時にまだいつかわからないけれども、国道57号の現道と、そして北側ルートが新しくトンネル化が出来上がるというニュースを聞いており、胸がワクワクする思いで、それじゃあ今まで、遅れてきた、あるいは失われたいろんな取り組みを一つここで、投資がしっかり行き届いたインフラ整備の中で活用しながら、さらに阿蘇市の進展と発展をみんなで望んで取り組んでいこう、そんな矢先の希望が大きかったんですけれども、先ほどの2月のコロナウイルスによって生活が一変してしまい、暮らしはもちろんでありますけれども、産業、経済、医療、福祉、介護、それから人づくりで大事な教育の分野までに、この隅から隅まで強烈なダメージを与えてきたということで、そちらの方の防線に、あるいは対策に躍起になっていたということでもありました。そんな状態ではあったんですけれども、先ほどの鉄道が開通する、あるいは交通の道路がますます良くなってくる、その期待感の膨らみもすごくありましたから、そういう意味では阿蘇市にとってはこれからの飛躍する、そしてコロナ禍の中にあっても何らかのいろんなことをみんなが結束しながら、この資源を火山からいただいた類いまれな大地というものを生かしながらやっていくということの一年ではなかったかなということを一口で言うと、そういう感じがします。そうですね、はい、今火山の、ね、話題も出ましたが、昨年の9月には中岳火口の噴火警戒レベルが1に下がりまして、火口見学も再開されたというのも、阿蘇市にとっての、あれも大きかったですね。そうですね、なんといってもやっぱ熊本の観光、九州の観光、日本の観光から言っても、インバウンドの方々が特に関心を持つのは阿蘇山の火口を眼下に見れるという、これが大きな観光の主役でもありますし、その主役の火口口が火山の活発化によって閉まっておったということはすごくマイナスであったなと思います。でも9月に
それが開きましたし、その後の57号線の開通によって一気に地震前以上に多くの人々が訪れてきていただけるようになって楽しんでいただいているというのは、やっぱりすごくその光景を見ながら、ああよかったなというのは今でも実感として思ってますけど、そうですね、なんとかこのままですね、今年2021年も明るい話題がたくさん訪れるといいなと思うんですが、今年はですね、牛年ということで、そうですね、今日は赤牛年ですね、のですね、着物も飾っていただきました、延期された東京オリンピックパラリンピック競技大会も開催される予定ではありますが、2021年佐藤市長、阿蘇市にとってはどんな一年にしていきたいですか？やっぱり昨年のコロナが教えてくれた、そして新しいこれからのスタイルですか、生活スタイルというものをやっていくことによって、拡大防止はもちろんでありますけれども、そういう大きな確かに節目に来ているなということを思いますし、その節目が昨年の私どもの復興でもあったと思うんです。だからこれからはみんなが一丸となって、いかにその資源を大事にしながら、それを活用しながら、歴史文化、そしていろんな考え方風習を守りながら、その発展につなげていくのか、そこにはやっぱ強い経済基盤が築かれておった農林業とか畜産とか、あるいは観光とか商工とか、そういうものがより一丸となってマッチした、深掘りをしたもので力を底上げをしていくということを図っていく一年ではないかなと。どんなにコロナ禍のウイルスでまだワクチンが開発されてはいなくても、でも毎日毎日は動いてますから、これはとどまることなく確実な発展のための情報というものをしっかりあちこちアンテナを張って、そしてそれを活用しながら、いざという時のために仕込むだけ仕込んでおく、そういう大事な一年にしなければいけないのかなとは思ってます。さらなる明るい、ね、話題が阿蘇市にあるといいんですが、今の時点で分かっていることといえば、先ほど中岳火口の、ね、話題が出ましたけれども、見学エリアの拡大というのもね、そうですね、見学エリアも新しくそういうものを作ってまいりますし、それと同時に、あそこの上の方の、三甲山のロープウェイのターミナルの頂上の方ですね、あそこがもう噴火でどうしようもありませんでしたので、今はその建物もありません、でもそこはいざという時のために、とっても大事なところですから、今一生懸命国の方にお願いをして、第二次的避難所として大事な場所であるということで、今予算関係も今年思いっきりまたお願いをしていこうと思ってはいるんですけれども、早くですね、明るい話題がこう、私たちのもとに、届くように、本当はその話題が届いて、また実際みんなが力を合わせてそれを実感として一日一日を感じていただけるような、そんな取り組みをやりたいと思っています。令和3年1月号の、ようこそ市長室、佐藤義興阿蘇市長に令和2年の振り返りと今年令和3年の抱負などを伺いました。市長どうもありがとうございました。